皆さんこんにちは、リーチャースカイです。最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。 OK、 始めます。行こうよ。刺激がどんどん少なくなってて、抜け出したくなって空を見上げた。何にもくじかずに自分の道を歩いている。僕にとって君は最高のナンバーワン。その前に言うことがどれだけ大変なことで、なんだか勇気が出なくて怖くなって、本当に誰に言われたって、英語の壁にぶつかったって、みんなが一つになれれば思いやりに変われたら。 Go your way、 Go your way、 誰に見ただけの生活の道がかったとしても。 Go your way、 Go your way、 これから先の My love is no better than you。よく言われるからだ、なんだかその言葉ピンとこなくて。ラストを尽くしてもしても、どんなに踏ん張ったとしても、君が隣にいてくれなきゃつまらなくて。こんなわずくものだけれど、考える方向によってとってもシンプルなことに生まれ変われたら。 Go your wayGo your way、 今だって不安で仕方ないけど君とだろ。 Go your way、 Go your way、 先のこと考えすぎた今を見る気がいたくはないねえ、yeah. Go your way、Go your way、 Woo. Go your way、 Go your way、 I know you、yeah. Go your way、 Go your way、 限りなく可能性がその道がかったとしても。 Go your way、Go your way、 今だって不安で仕方ないけど君とだろ。 Go your way、 Go your way、 限りなく可能性がどの道がかったとしても。 Go your way、 Go your way、 これから先の My life is moving、yeah.信じ続けていたい、これが最後の恋。
たよ。失う怖さに負けそうな時、どうすればいいか。君を見てるだけですごく胸が痛くて苦しくて仕方ないよ。話しても聞こしなくて、伝えたくても伝えられない。だってこんな気持ちは初めてだから。だけどもう隠さないから、遠回りしても構わない。いつか一つになれるなら信じ続けていたい。これが最後の恋だと。 I just wanna say I love you forever。 たとえ傷ついたとしても必ず結ばれると思い続けて君を待ってるから。知らない、それでも君と過ごしたくて。改めまして、こんにちは、リチャースカイです。まあ、せっかくロックフェスなんで楽しんでますか。台風は怖くないか。リチャースカイは好きですか。なんかちょっと最後の感じがちょっとおかしかったですけどね。ですね、ボーカルがナオト、ベースがレイ、そして、今サポートお願いしている青木さん、ドラムスが、サポートお願いしている小野さん、そして僕が深夜って言うんですけど、この5人編成で、都内を中心に、まあ、たまに千葉に行ったりとかもしてるんですけど、都内を中心に基本的に活動をしています。名前だけでも初めての方、覚えてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。ライブ終わっても物販コーナーだったりとか、そこの会場とかにフラフラしたりしてるんで、もしなんかよかったら話しかけてください。基本的にちょっとこの2人
顔かっこいいんですけど、若干ちょっとこう近寄りがたいようなちょっと雰囲気出してる時があるんで、あの僕だったら結構柔らかくて、あの普通な超普通な感じなんで、あの僕の方に言ってくれても構わないです。お願いします。レニアン、じゃあ次の曲を、はいはいはい、気を取り直しまして、はいはい、やりましょうかね。はい、次の曲は探しに行こうって曲ですか。そうですね、はい、これはあれですね、例のサビに振り付けをやるんじゃないですか。でもちょっと待ってください。はい、初めてで若干やってたんだよね、同じようなことを。どういうことですか。振り付けをちょっとくどいですかね。でもリハではやるって決めたんでやります。リハ通りで、リハ通り、サビがちょっとキャッチーなんで、それに合わせて、まあ、ちょっとこう体揺らすだけなんですけど、ちょっと見本を見せます。はい、3、はい。探しに行こう、諦めず行こう、振り返らず見つめていようよ、僕の心は。マグロ状態です。どこまでみたいなね、みたいな感じでしょ。まあ、おのおの自由にね、あ、そうそう、やってもらっていいんだけど、はいはい、そう、あ、でもなんかこっちから頭ぶつかっちゃうとあれなんで、なんだってこっちからこう探しに行こう、諦めじこうみたいな感じで行きましょうか。そうですね、みんな周りを見ながらね、はいはいはい、ぶつからないように、はい、ちょっとそんな感じで皆さん一体感を出したいんでお願いしますね。ですね、もう特にないです。そうですか、長い MC ありがとうございました。OK、皆さん探しに行こう聞いてください。楽しいことより辛いことの方がたくさんあると知った時から何もかもがモノクロに見えた、そんな時もあった。一人帰り道を空見上げ、なぜか急に寂しい気持ちになった。ため息ついて思い出したよ、笑うことを。まだ不完全の僕だから、できれば何も言わないで、傷つきやすくて壊れやすいから、探しに行こう、諦まずに振り返らず見つめていようよ、僕の心はいつも曇りがちだけど枯れさせるよ、逃げるなんてもう言わない、世界だけは避けて通りたいから、間違いだらけの地図に心を握りして歩き続けたいなら、何が起きても平気だよと明るい顔でずっと隠していた。本当はずっと不安だったんだ、気づいて欲しかった。何をやっても中途半端で、何をやっても形に残らずに、ここまで生きてきたのもきっと奇跡みたいなもんだ。でもやっと見つけた光は、眩しすぎてあなたが見た、僕にはちょっと似合わないからで、思い出すよ何もかもが、綺麗に見えて幼い頃を、僕らの目は汚れてく、だから振り返り立ち止まるんだろう。そうすぎて失ったもの、明かりが見えなくて人を傷つけてた。大丈夫だよ今なら、気持ちを添えてごめんねと言えるから、どうもありがとう。
背負う輝き誰もが求める。どんな生き方としても幸せつかみため探しに行こう。やがて大きな花が咲く僕らを楽しい世界に導いてくれる。こらえきれずこぼす涙、分かり合える人と出会えたこと、一番素敵なことでありがとう。改めて本当に、ありがとうございました。本当に今日ここに本当に、ライブできたことも嬉しいですし、皆さんとまた久々に会えたことも嬉しいですし、僕は最近ずっと友達とね、会ってなくてですね、そしたらダイエット成功しました。人間で友達がいなくなると痩せていくんですね。なぜなら外食もしない、水しか飲まない、いや、そうやって生活していく、友達もいない、お腹も空かない、そしたら痩せていくんです。皆さんもダイエット本当にしたい方、外食はやめてですね、家でずっと一人いてください。 OK、 そしたら友達がいなくなります。そしたらご飯が楽しくなくなってくる、食べるのが勝手に痩せていきます。 OK、 3ヶ月で10キロ痩せました。その話は置いといて、最後の曲なんですけど、次が皆さんで一緒にね盛り上がっていきたいななんて思ってます。そうですね、今年のライブまだまだやっていくんですが、まあそんなに多くはできません。忙しいふりをしてます僕らは。忙しいふりしてるんでそんなに多くはライブやりませんけど、一回一回のライブをね、ちゃんとやっていきたいななんて思って、主任、主任ね、はい、ごめんなさいね、OK ね、いろいろな事件起きてます。そんな感じで、今日一日中楽しめるイベントなのでね、皆さん本当長丁場なんでヒールで入来ちゃった人は本当に失敗かもしれないけど、できればスニーカーでね、スニーカーで来てください。これちょっと知ってる人ちょっとね、ありがとうございます。知ってる人ありがとうございます。知ってる人だけ盛り上がりました、ありがとう。後ろもそんな感じで、ちょっとこれいけますか、ちょっとごめんなさい、あのロックバンド風のやついいですか、いけるか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、待ってます。お前いけんのかよ。俺待たせる男ほんと嫌いなんだよ、わかる、待たせる男嫌いだよ。待たせる男大丈夫ですか。待たせたぜ。お前こんだけ待たせたからすげえいいギター弾くと思うんだよ。オーケー、みんな注目してくれ。聞こえますか。聞こえます、聞こえてます。オーケー、そんな感じで一日中楽しめるイベントなんだね、デイリー中ね、だから休みたいときは外で休んでください。オーケー、最後新曲いきます、盛り上がっていきましょう。もうダメ。
しい状況だった逃げず立ち止まらずに歩んできた影のドキドキ不安になった自信なくしそうになるのはなぜ今感じてるこの大きな鼓動を乗り越え強い勇気を手に入れたいから嵐が来ても立ち向かうのさ俺のことを諦めずに受け入れてくれよ今日も揺られて船に乗るのさハンドル握り命かけの旅に出るのさ恋をする暇さえないと一人つぶやいて孤独な夜に襲われそうになるよ影の俺には大切な家族や仲間がいることで助けられている明日どうなるのかさえわからないからどうせ自分の気持ちに胸が合って生きてこう嵐にもまれ今日も行くのさ大丈夫さまだやれるさ逃げてくれよ No 懸命汗をかいて働いて得たものだけをみんなの街に届けたいから魚なんせ感じこの大きな鼓動を乗り越えた強い勇気を手に入れたいから嵐が来ても立ち向かうさ俺のことを諦めずに受け入れてくれよ一生懸命汗をかいて働いてみんなの街に届けたいからみんなの歌を思い浮かべ疲れてるし Yeah.